それは22歳の僕と19歳の僕が事故に遭ったことが全ての始まりだったわけである。君の瞳が小さく震えている。いつもならちょっと拗ねたような気まぐれな瞳が、今日は、今夜はなんだかとっても困っているようであり、そして僕はというと、きっと君に負けないくらいに心細く、バカみたいに震えていたわけで、初めて見る君の戸惑い、初めての時、そして二人で超える初めての時。春日京介、19歳。君という天使をやっと捕まえた夏。もしもし、春日ですけど。おい京介、いいか、車に気をつけるんだ。車にって一体なんだよ、朝っぱらから。いいから、とにかく車には気をつけるんだ、わかったか。何言ってんだよ、誰だ君は。俺か、俺はお前だ、春日京介だ。俺はお前だって、何をバカなこと言ってるんだ。いいからよく聞け京介、何度も言うが車には気をつけろ、そうじゃないと。ふざけるな、冗談にも程があるぞ。ったくもう、なんてやつだ。
せっかくアユカといいとこだったのに。おめでとう、春日くん。お祝い、何がいい？え？お祝いだってば。春日くん、ピンときてないみたいだけど、このコンクールの金賞って、すごい価値があると思うよ。そんなに？うん、そりゃあもう。こんくらいの価値？もっともっと。そうか、そんなに価値あるんだ。あるある。よし、そんじゃね。うん。鮎川からのお祝いはケリー遠山からもらった最優秀賞と同じくらい、いやそれ以上の価値のあるもんがいい。え？へえ、すごいじゃん春日くん。え？勇気ある。おいおい鮎川、いいわよ。いって鮎川、分かってる。もち、鮎川、頑張ってね。そうか、それじゃああの夢は予知夢ってわけ。ってことは今週末はもうバッチシなわけであり。ヒカルちゃんがニューヨークに？うん、ついこの間ひょっこり北海道から電話があってね。向こうの高校出たら絶対ニューヨーク行くんだって張り切ってたよ。どうだい今日のカフェラテって。うん、おいしい。でもちょっと甘いかな。まだ甘いか。そうか、ヒカルちゃん元気なんだ。あの子のことだからすぐ友達できたらしいよ。バタバタと引っ越しちゃってマスター挨拶もしないでごめんなさい。なんてね、いい子だな相変わらず。うん、僕は胸の奥の方がチクリと痛んだ。ヒカルちゃんは鮎川の幼い頃からの妹分で、僕らは一時期いつも一緒だった。でもある時が来ると三人でキラキラした思い出ばかり積み重ねることができなくなった。まどかさん、まどかさんはずるいですよ。私は何だってできます。先輩のためなら何だってできます。それは3人が3人大人になっていったからで、それぞれがそれぞれを大切にしようとすればするほどギクシャクしてきてしまったからであり。無視したんじゃない。ただもう3人で笑ったり騒いだりすることができなくなっていたからであり。やっぱりまだヒカルちゃんの話はしない方が良かったかな。
あ、いや、そんなこと。きっと、ヒカルちゃんのためにも、よかったと思うよ。いいタイミングで新しい場所に引っ越して。マスター。あ、そうだ。ヒカルちゃんのニューヨークの話、まだ途中だったんだ。え？ほら、いつだったか、ミュージカルの主役に選ばれて。ああ、確かダウンタウンキャッツっていう。それは、絶対に見に来てくださいねって言われていたものであり。そうそう、あのミュージカルに出たことがよっぽど刺激になったんだね。小樽の高校を卒業したら、ヒカルちゃん、ニューヨーク行ってミュージカルの勉強をするんだって。へえ、すごいな、ヒカルちゃん。張り切ってた。どこまでできるかわからないけど、でも試してみるんだって。そう。いい話だろ？うん。ミルクの泡が消えちゃったら、もうおしまいにした方がいい。いつまで取っておいても、決しておいしくはならない。やっば、また授業に遅刻だよ。行っちゃえ。この時僕は今朝の電話をすっかり忘れており。京介、車に気をつけろ。え、車に。そうだ、車。ここはどこだ。あっ、俺は。どういうことだ。俺は確か車にはねられたはず。ここはうちの近くの階段。なんだってこんなところに。94年。嘘だろ、3年後じゃないか。春日君が飛んだ。まあそんなところじゃろ。それが過去だか未来だかは分からんが、
事故のショックでポーンとな。ポーン？やだおじいちゃん。そんな簡単に時空の谷間に落っこっちゃうことってあるの？まあ我が春日一族の特殊能力あってこそじゃがの。なあばあさんや。はいはい。でもそれじゃこの春日君は。これか。これは魂の抜け殻じゃ。抜け殻？つまりじゃ、京介が事故に遭ったのは事実じゃが、それと同時に京介のやつ、魂をどこぞの次元に飛ばしてしもうたのじゃ。そのため取り残された肉体は生死をさまよっておるが、飛ばされた方の魂は自由にそこらを歩いているはずじゃ。歩いて？そうじゃよ、まどかちゃん。おや、しかししばらく会わないうちに色っぽくなったの。どうじゃ、京介とはもうエッチしたのか、ちゅうぐらいかの。おじいちゃん。まあとにかくじゃ、京介の魂がどこぞ行ったかはわからんが、なに心配することはない。この肉体が消滅する前に、あやつの魂がその時代の京介に挨拶すればよいのじゃ。そしてパワーをもらえばすぐにここまで戻ってこれる。その時代の京介のパワーを。春日君。僕はそんなことになっているとも知らず、一体どうしたら元の時代に戻れるのか、そればかり考えていたわけであり。92、93、94、95、96、97。何？引っ越したのか？そんな、このマンションに越してきてまだ3年も経ってない。いや、経ってるのか。もしかして他の部屋に。ない、ない。俺は一体どこに引っ越しちゃってるんだ？だんだん不安になってきていた。この時代で僕は一体どういうことになっているのかと。ちょっとあんた何してるん？え、あ、いや、マスターいるかな、なんちゃって。マスターならパチンコ。パチンコ？あ、もうマスターやだ。や結局アバカブは居抜きといって、設備や看板なんかも含む店のすべてをあのおじいさんに売り渡していたわけで、おじいさんにしてもマスターと直接売り買いをしたわけじゃないから、マスターがどこに行ってしまったかなんてことはわかるはずもなく。あ、ここに歩道橋。それは僕が事故に遭ったために多分できたものであり。3、4、5。不思議な気分だった。自分が生きているのか死んでいるのかさえわからない感じで、僕は22、23、24、25、26、27。ずいぶん背が、その、伸びたね。やだもん、先輩ったら。だって私たち3年以上も会ってないんですよ。しかも成長期の3年間。あ、いや、それはそうだけど。先輩ったら相変わらず、お茶飴さん。
ニューヨークに？そうなんです。今あっちに住んでるんです。かっこいいでしょ。うん、そうか。そういえばアバカブのマスターに聞いたよ。ヒカルちゃんから電話があって、小樽の高校出たら絶対ニューヨークに行くんだって。え、マスターですか？私そんな電話したかな。先輩、それっていつの話ですか？え、いや、別に気にしなくていいんだって。それより、どうしてニューヨークにいるヒカルちゃんがここに？うん、やだな、もう。せっかく先輩と劇的な再会中だっていうのに。先輩、電話かけてきますから、ちょっと待っててくれます？あ、どうぞどうぞ。よかった。もう最低。あれじゃ振られた時のままじゃないの。あ、もしもし、シュリー、どう、ホテル取れた？ああ、ヒカルか。ひどいじゃないか。帰国するならどうして連絡してこないんだよ。杉沢さん、もうシュリーのやつ。電話の相手は多分男の人で、きっと僕なんか知らない人であり、僕は今更のようにずいぶんヒカルちゃんと会わなかったなと思ったわけで、考えてみれば今のヒカルちゃんは僕より年上だったりするわけであり。やだ、杉沢さんったら一度にいろんなこと言うんですもん。おつむの悪いヒカルにはメモが必要ですよ。ミュージカルのオーディション？はい、そうなんですよ。しかもちょっと大掛かりなミュージカルで、向こうで仲良くなったお友達がわざわざ教えてくれたんです。へえ、すごいな。それで一時帰国か、すごい。やだやだやだ、そんなことないですよ。ただ受けるだけですもん。別にまだ受かったわけじゃないんだし。そりゃまあそうだけど。そうですよ、ニューヨークのインストラクターにも言われてるんですから。君の踊りじゃまだまだメインは取れないよって。でもまあ、ニューヨークで2年間やってきたこと東京で試してくるのもいいだろうって。すごい。それみんな英語で言ったんでしょ？え？やだ、先輩ったら。This is the pen なっちゃってった。ヒカルちゃん。ヒカルちゃんは相変わらず底抜けに明るく、相変わらず可愛い人であり、ヒカルちゃん、どこに泊まってるの？ご両親は北海道でしょ？オーディションのことを知らせてくれた子がホテル探してくれてるんです。今までは彼女のとこ泊まらせてもらってたんですけど、ほら、その子もオーディション受けるし、やっぱりライバルだからあんまり甘えてばかりじゃまずいですからね。へえ、すごいな。やですよ、またすごいって。あ、うん、まあそうだけど、何言ってるんだこの俺は。この町に寄ったのはちょっと母親のようで、今回小樽に帰ってこられないならせめて昔住んでたとこに挨拶だけしてきてって。あ、うん。あの先輩、私もう行かなくちゃ。あ、うん、俺も。あ、俺もって、俺は一体どこに行けばいいんだ。あの春日先輩、え、どこか具合でも悪いんですか？え、どうして？だって急になんか元気ないような顔に。あ、いや、僕はこの時いっそヒカルちゃんに事情を話し、この時代のことを聞いてしまおうかと思った。でもバカバカバカ、何言ってるんだ京介。今さらヒカルちゃんにそんなこと聞けるわけないじゃないか。先輩、春日先輩。
本当どうしたんですか、こんなことして。いや、先輩って昔から時々変なことするんですよね。え、よくまどかさんと話したもん。そんな時言ってましたよ、まどかさん、春日くんってなんかいつも秘密持ってるんだよねって。え、いや、そんなことないって。そんなことねえ、春日先輩。え、その時僕はヒカルちゃんがお体の具合大丈夫ですかと言ったと思い込み、あ、いや、ちょっとね、ちょっと今調子悪いみたい。違う、その時ヒカルちゃんはまどかさんとはうまくいってるんですかと聞いていたわけで、まどかさんとうまくいってるのかと聞いて、いや、調子悪いみたいって答えられれば、ヒカルちゃんにしてみれば、あんな辛い思いをしたヒカルちゃんにしてみれば、複雑であんまり面白くはなかったはずであり。でもそんな風にヒカルちゃんのことを考えていられなくなるようなことが、この後すぐに僕の耳に飛び込んできたのだ。春日もな、まだ22歳だぜ。ああ、ほんとほんと、ちょっと早いよな。あ、こ、小松、張った？あゆかはこれからどうすんだろう、まだ若いのに。べーか、お前あんだけの女、周りの男がほっとくわけねえだろ。なんだって、一体どういう意味だ、こ、小松。皆さん、押さないで。これから週刊少年ジャンプで大人気爆走中の許してあげるの作者、八田和也先生のサイン会を始めたいと思います。八田のやつが漫画家に？消えてしまうかわからないんだ。だったら、そうだとしたら、その前に僕は。あゆかは。あゆかの車の隣には、3年前には見たこともない車が止まっていた。この車は。あゆかは。どうなっても構うもんか。ちゃんと現実を見てやるんだ。鮎川がたとえ他の男と一緒だったとしても、それならそれで僕は。早川満。分かった、そうすぐとんがるなって。
マドカ、お前の気持ちがわからねえわけじゃないんだ。でもいい加減あいつのことは忘れろ。あいつだって、あいつって俺のことか。それよかどうなんだ。俺の曲は、まあ確かにお前の作った曲はあのドラマにハマったさ。だがいくらシンデレラがあるって持ち上げられたって、まだ新人だ。この俺の口利きなしじゃ。頼んでないよ。これだ、マドカ。お前はこの業界ってもんがまるで分かってない。分かる必要もなし。おいおい、マドカ、もしなんだったらお前がよく弾くこの曲もらってもいいんだぜ。前から気に入ってたんだ。荒削りな曲線だが、お前の情熱っていうか一途な思いみたいなもんが詰まってる。へえ。なんだ。長年アイドル歌手やってるだけのことはあるんだ。チェ、アイドルは卒業したって言ったろ。どうだ、この曲に俺が詞をつけてもいい？愛している心から、たとえ冷たくされて。おっと、あいつ。その時僕はまた立ちくらみのようなものを覚え。もう帰って。女ったらしだけは相変わらずね。そいつは違う。今のお前は見えないだけさ。今のお前を救えるのはこの早川満だけってこと。出てって。出てくさ。いつまでもあいつ、春日京介の亡霊を追っかけてるやつなんかごめんだからな。亡霊？しょ。この時代の僕に何かがあったことは確かだった。早川のやつは僕のことを亡霊とまで言ったわけで、僕は決意した。僕がもし鮎川と逆の立場だったら、たとえ鮎川がゴーストだとしても、僕は目の前に現れてほしいと思ったはずであり、だから僕は鮎川。だがその時、僕は急に生きている全ての感覚を失ってしまい、鮎川！どうやらここは、なぜかはわからないけど、僕にとって異次元に突入した際の出入り口になっているようであり、とにかく僕はまだ消滅しなかった。でもそうは思ってもちっとも嬉しい気分にはなれず、事態は少しも良くなってはおらず。すぐにでも鮎川のもとに駆け戻りたかった。でもだからといって改めて鮎川の前に飛び出せるか不安だった。続いて、紛争中のボスニアで取材中、突然行方不明となった日本人青年、学生カメラマンの春日京介さんのニュースですが、依然として消息はつかめておりません。嘘でしょ。そんな、やだ春日先輩。
知ってる人？もう日本中で大変な騒ぎなんだから。それではそろそろオーディションを始めさせていただきます。まずお名前を呼ばれた方は順番にステージの袖にお越しください。あの春日先輩は？京介のおじいさん。そうなんじゃ、そうなんじゃよ。どうかね、元気かな。あ、いや、元気なわけないか。わしらもな、ハワイのジャングルの中におったものだから、京介が行方不明つうのをたった今知ったんじゃよ。それで、まなみちゃんたちがおじいさんと連絡が取れないって。すまんかったの。さぞかし何がどうなってるかわからず、悲しい思いをしたじゃろうな。おお、体格が違うの。日本が戦争に負けるわけだわい。あ、いやいや、こっちのことじゃ、こっちのこと。ところでじゃ、まどかちゃん、3年前から来た京介とは会ったかの？3年前？そうじゃよ。ほれ、今から3年前、京介のやつ交通事故に遭って、でもってどこぞの時代に飛ばされたことがあったじゃろうが。あ、それじゃ、その時の京介がこの時代に？おそらくな。そうじゃないとどうも京介がボスニアに消えたままというのが下せんのじゃ。どういうことです？つまりじゃ、3年前京介の魂が時空の狭間に飛ばされた時、同時に何かの衝撃を受けたその時代の京介と異空間で衝突した恐れがあるのじゃよ。衝突？まあ難しい解説は後にしてじゃ。良いか、まどかちゃん。その際、二人の京介のうち、明らかに衝撃を強く受けた者の方が異空間の谷間に落ち込んでしまい、現世界、すなわちこの世に戻ってこれなくなるんじゃ。そんな。おっと、じゃが案ずることはない。その三年前から来た京介とこのわしのパワーを合わせれば、その京介を呼び戻すことも可能じゃ。ふっ。このわしのパワーもまだ捨てたもんじゃないからの。あ、ばあちゃんや、お茶。はい。京介が、三年前の京介が来てる。とにかくじゃ、わしもすぐに帰る。じゃからまどこちゃんや、三年前の京介を探し出しておくれ。よいかの。ガキ。まあ今日も月が綺麗ですこと。エントリーナンバー59、檜山光、ニューヨークアクターズスタジオ所属。確かあの子は。ヒカル！だからさ、ご小説だったの。私は腕伸ばして、ワン、スリー、フォー、ファイブでポーズの
はただいま留守にしております。恐れ入りますが、この留守番電話にあなたのメッセージをお入れください。戻り次第こちらからご連絡させていただきます。あ、いや、ちょっとね、ちょっと今調子悪いみたい。どうしよう、君の踊りはユニークだよね、採用します。手を振ったらね、赤い麦わら帽子、赤い麦わら帽子、鮎川まどかの赤い麦わら帽子。僕たちはここで出会った。なんちゃって。嘘。99段しかないはずよ。100段だったよ。ちゃんと下から数えたもん。そんなはずないわ。私が数えた時は99段しかなかったわ。数え間違えたんじゃない？言ってくれるじゃない。あなたこそ間違えたんじゃない？いいえ、ちゃんと100ありました。99よ。100だ。99。じゃあこうしよう。間を取って 99.5 段。階段数えるのご趣味でしたっけ？ひかるちゃん、京介、京介、京介、まどかさん、どう？ぐるぐる。私たちこれから前住んでたマンションに。頼むわ。やっぱりここでしたね。え？だって先輩ったら昔からなぜかこの階段お好きだったんですもん。そうかな。そうですよ。普通こんな長い階段遠回りしてでも避けるんですけど、なぜか春日先輩のお気に入り。何か訳でもあるんですか？え？いや、なんでもない。あ、ほら。え？ね、また秘密っぽいでしょ先輩って。ああ。先輩、え、一つ立ち入ったこと聞いていいですか？なんだい？あの先輩、どうして生きてたのにまどかさんから逃げてるんですか？それは…久々の再会ですもん。乾杯しましょう。ああ。いらっしゃいませ。ルームナンバー1205。とっても良いお席をお願いね。かしこまりました。ひかるちゃんは完璧慣れてる風であり、僕はその時何の脈絡もなくあることを感じ取った。ひかるちゃん、もうバージンじゃないんだ。うん。
やだ、もうシュリったら、こんな時まで。僕はその時、ヒカルちゃんがポケベルに乗った番号をしっかりチェックしたのを見てしまっていた。あ、マドカ？どっか行ってるの？どう、もしよかったらうちのディナーを食べない？うちの旦那が迎えに行くって。帰ったら連絡ちょうだい。午後4時50分です。どうしよう、君の踊りはユニークだよね。採用します。午後5時39分です。まどかさん、お元気ですか？ヒカルは今、カットを見てきたところです。カットを見たのはこれで7回目だけど、でも本当もう最高で。はい。悪いな、飲んでたらお前の声が聞きたくなった。他の子にしたら。ちょっと待て、キルナ、冗談だって。今日お前の射程にあったんだ。射程？エントリーナンバー59、檜山ヒカル、ニューヨークのアクターズスタジオ所属。嘘、ヒカルが？どういうこと？先輩、え、さっきの質問答えたくないなら答えてくださらなくてもいいんです。あ、うん、余計なことですもんね。ヒカルちゃん、先輩もまどかさんも大人なんだし、他人がとやかく言うことじゃないですもん。あ、ただ私、あの私と違ってそのお二人には絶対うまくいってほしいなって、そう思ってしまったものだから。余計なことですよね。余計ですよ、こんなこと。そんなこと。もうこんな話やめにしましょう。とにかく今夜はパーッとやりましょうね、先輩。あ、うん、そうだね、パーッと。乾杯。乾杯。あいにく檜山様はお部屋にはいらっしゃらないようです。先ほどお連れ様とご一緒に戻られましたので、レストランの方かと思いますが。連れと？はい、あのお電話お回しできますが。あの連れって？はあ、男性の方とご一緒でしたが。男？あの、もしもし、ただいまおつなぎいたしますので。いえ、いいんです。は？またかけ直します。どうもありがとう。そうか、ヒカルのやつ、男と一緒か。先輩、春日先輩、しっかりしてください。大丈夫ですか？水。水ですね。はい、今持ってきます。ここで休んでてくださいね。ここはどこだ？先輩、お水。ヒカルちゃん、ここはヒカルちゃんの部屋。まずいよ、まずいぞ、京介。あ、先輩、ダメですよ、ここで寝ちゃ。先輩。はい。お客様、タクシーが来ましたけど、お連れ様大丈夫ですか？手をお貸ししますが。ありがとう。あの、ごめんなさい。タクシー断ってくださる？
まどかさんが送ってくれた天使のお守り、いつも光と一緒です。私のまどかさんに出した絵はがき、これで何枚目だろう。その回数分だけまどかさんの手作りの贈り物たまったことになりますね。何も言わないまどかさんの返事でも、光毎回楽しみにしちゃってます。まどかさん、いつかちゃんと連絡します。しつこい男にさよならを言った日、外では大雪が降ってます。 See you soon、 光。ここは…光ちゃん、まさか…やっちゃったのか。起きてました、先輩。おはようございます。おはよう。どうしたんですか？何やってるんです？芋虫ゴロゴロ…なんちゃって…やだ、もう先輩ったら。ひかるちゃん、ねえ、春日先輩。昨日の晩のこと覚えてます？ねえ。それが…あゆかわー、あゆかわーって嘘。やめてよ、ひかるちゃん。でも、そういう寝言言ったためにこんな美女に嫌われちゃったんだとしたらどうします？それは…やっぱりダサいというか、損しちゃったというか。あと、損ですか？もちろん損得の話じゃないんだけど。先輩。はい。ご安心を。私たち何もなかったんです。コーヒー頼んでおいたんです。はい、今開けます。あゆかわ。まどかさん、なぜすぐ私の前に現れなかったの？それは。誤解です、まどかさん。私たち何もなかったんです。本当です。ただ、
ただ街でばったり会って、それで光る。おかえり、マドカさん。会いたかったよ、光る。マドカさん。鮎川と光ちゃんは、僕が想像もつかないほど強く太い糸で結ばれていたわけであり、ねえ、信じられないでしょ、マドカさん。ほんとほんと、嘘みたい。マドカさん、さっき言ったこと本当です。春日先輩とのこと、本当に私たち何もなかったんです。分かってるよ、光。うん、そうじゃない。でもあってもおかしくなかったんです、光。あ、私まだ春日先輩のこと好きですよ。好きだもん。うん、だから本当危なかったんです、昨日の晩。だからそれってやっぱしまどかさんに言っとかなくちゃって思って。私謝りませんから。私まどかさんに謝りません、光。はい、それでいいじゃん、まどかさん。やってくれる？え？上等じゃん、光。あんた昔ははぐれスケバンで鳴らしたこのまどかさんに察しで勝負しようってんだね。すごく大人になったね。まだダメです、私まだダメだから。だから今回もまどかさんに連絡できなかったんです。まどかさんに会うときはもっと一丁前になっていたかったから。そうかな。そうです、まだダメ。理想高いんだ。高いんじゃないんです。え？大切なだけです、まどかさんのこと。
俺が異空間に？そうじゃ。この時代、すなわち22歳の京介がの、お前さんがひょっこりやってきたために飛ばされてしまったのじゃ。そうだったのか。たくも、ほんと人騒がせね、君は。おいおい、くるみ。兄貴に向かってそういう言い方はないだろ、そういう。あら、だって君は私たちより年下なのよ。私とまなみちゃんが20歳。ほんでもって京介くん、君はまだ19。そっか、変な気分ね、お兄ちゃんなのに一個年下なんて。こら京介、お姉さまと呼び、お姉さまと。バカ言ってんじゃない、バカを。さあ、それじゃ京介くん、おじいちゃんと一緒に私の彼を連れ戻してちょうだい。おいおい、鮎川まで。ほんと、この京介くんたら、ほっとくと浮気しちゃって困るのよね。鮎川。よし、それじゃ参るぞ、京介。京介、気を込めるのじゃ。春日一族に伝わる超人のパワーを一点に集中させろ。集中させろ。京介の落ちたところは時のない空間。誰からもせかされることもなく、また誰からも束縛されぬ無限の世界。それゆえ長くそこにとどまれば、もはや我らの住む現世界になど戻る気になれるのかもしれん。そんな、それじゃあお兄ちゃん、このままそこで眠り続けてしまうっていうの？嘘だろ。それじゃ俺はどうなるんだ。3年後、俺は死んじゃうのか？京介、続けるのよ。何としても京介を目覚めさせて。おじいちゃん。よし、こうなりゃこの老いぼれのパワーすべて使い尽くしてやるか。おじいさん、
この曲は。京介ナンバーワン、私があの日の晩京介にプレゼントしたじゃないか。京介ナンバーワン。ご覧ください。ただいまお送りしておりますのが、本日放送衛星を通じて送られてまいりました学生カメラマン春日京介さんが無事保護された模様の映像です。春日さんは明日午後にも。まったく人騒がせな話。やい京介、散々泣かせてくれたな。おいおい、あゆかはこんなに目の下くまっちゃったからね。若い時苦労するとおばあちゃんになった時大変だって言うんだから。あゆかがおばあちゃんか。何よ、そんなにおかしい？え、あ、いや、だってそのつ上の鮎川まどかはまさに女の人っていう感じであり。こら青少年、あ、目がエッチだぞ。鮎川は さてもう寝よっか。え、あ、そうだね。寝るということは、つまり、鮎川はきっとだいぶ経験者なんだろうけど、僕は初めてなわけで、僕ははっきり言って、かなり不安だった。よし！はい、これ使って。あ、え？そこのソファーでいいでしょ？え？俺ここで一人で寝るの？他に何か方法があるのかしら？え？いや、つまりその。こら、京介。え？19歳のまどかちゃんに悪いだろう。あ。おやすみ、童貞くん。
ル、結局杉沢さんとは？そっか、悪いことしちゃったね。私なら昔の男会いたいかなって思ったもんだから。いいのいいの、気にしないで。シュリー、私はきっと思い出す人は一人。え？これから先も、うん、多分きっと。何よそれ、ヒカル何かあったの？やだやだ、何でもないよ、何でもない。おい、そっちだ、そっち急げ、もうゲートに出てきてるらしいぞ。なんだろう。そうね、芸能人のご帰還ってとこかしら。まあ、今回お互い残念賞ってとこだったけど、今度私が帰国するときにはこういう騒ぎになってると良いですわね。光ったら。はい、春日さん、こっちも。お願いします。はい、はい。鮎川が僕より一回りも大きい男にがっしりと抱き寄せられていた。そして二人に無数のフラッシュがたかれていく。その男こそ春日京介、22歳であり、さっきから僕に19歳の春日京介に強烈なパワーを送りつけてきていたわけであり。京介、待たせたな、京介。そして待ってたよ。もうすぐ夏休み。そしたらこのロビーも足の踏み場もないくらいになる。まるで戦場みたいにね。戦場か。でもなんでまたボスニアに？そうだな、きっかけは偶然。でもさ、ハマっちゃうと抜けられなくなって。そんなもんかな、やっぱし。うん、まあね、そんなとこで。ファインダー覗いてるうちにとことん見てやれって。ついに戦場まで。なあ、京介。え？お前、ヒカルちゃんとできなかっただろう。え、そりゃ、まあね。チェ、ダッサいよな。今の俺ならきっとできたのに。おいおい。絶対しちゃったな、きっと。本当か？だって、鮎川のことはどうするんだよ。え？窓か？バレないようにやるさ。そんなうまくいくかな。バレるかな、やっぱし。バレるさ、大変だよそんなことしたら。うん、怖そう。そう、怖い話。でもな、もしかしたらまた始まっちゃったのかもしれないな。え、何がだい？いつかのあの夏のこと、俺と窓かと、そしてヒカルちゃんのとっても辛かったあの夏のこと。こら、3年前の京介、お前のせいだぞ。ちょっと、自分だってそうじゃないか。あ、そっか。いい子だよな。いい子だよ、ヒカルちゃん。京介、過去に戻ったらまずやらなくちゃならないことがあるんだ。え？お前は例の交通事故に遭う日の朝、お前に電話をかける。まあ、それにはちょっとおじいちゃんの力を借りることになるんだけど。そうか、それじゃあの電話はやっぱり俺自身が。ああ、それでまあ即死になるところを逃れられたってわけだよ。なるほど、よし、わかった。ところでさ、
3年後の京介。ん？あのさ、いつから鮎川のことマドカって呼べるようになったんだい？え、そっか。いつからだっけな。お、覚えてないんだ。でも、あの時のことはきっちし覚えてる。あの時って？だから、あの時だって。え？チッ。お前、童貞くんのまんま死ぬところだったんだろ？あ、そうか。どうだった？おい。ま、帰ればわかるさ。帰れば。チッ。よし、それじゃやるぞ。おい、3年前の京介。ん？最高だぞ。え？最高。3年前の京介のやつ、プレッシャーかかっちゃって。京介。窓か。3年前の京介くん、帰ったの？ああ、プレッシャーかかりながらね。プレッシャー？何なのよ。ちょっとね。もうまたこれだ。ボスニア行く時もちょっとね。おい、窓か。こら京介、3年前の君、ヒカルと危なかったんだぞ。聞いた、よく怒っといた。ほらお前、散々窓かに心配かけといて何やっとんのじゃって。嘘。まあ。こら、せっかくミニで決めてんだからそんなことしないの。別に見られたって平気よ。俺が困るの。大切なマドカは俺だけのものなの。何言ってんだか、何ヶ月もほっぽらかしといて。ごめん、今日から何ヶ月も謝り続ける。なんちゃって。ねえ、いつからだっけ？何が？つまりさ、俺がマドカのことを鮎川じゃなくてそう呼ぶようになったの。やだ、忘れてる。え？思い出すまでお預け。何を？バカ。セックスだよ。それで僕はその時、いつからマドカと呼ぶようになったのか思い出した。よし、ほんじゃ春日君にお送りするお祝いのプレゼント第1弾。え？僕はそれが何なのか知っている。今夜の勇気ある春日京介君のために鮎川まどかが作曲しました。題して、京介ナンバーワン。Thank you.
ゆか。やだ、春日くん。え？消してよね。え、な、何を？ほら、スタンド。あ、わ、あ、やだ、もう、春日くんたら。え、あ、いや、わ、こいつ。一生覚えててやるから、こんな時にドジ踏んで。おいおい。ま、それが春日恭介君であるわけだけど。チェ、ダセ。あれ、あゆかはちゃんと拭けてないじゃないか。ほら、びしょびしょ。平気だもん、いつもこんなもん。そのうち乾いちゃうし。え、風邪ひくって。ひかないひかない、小さい時からそうだもん。ダメダメ、ちゃんと拭かなくっちゃ。やだ、お父さんみたい。ねえ、春日くん。え、私、超能力者産むのかな。え、あ、あゆかは。あ、やだ、何してるの。え、あ、いや、バカ。でも、そんなドジしませんって。今夜はなしでも平気な日。あ、あ、いやね、春日くん、私はただいつか、ずっといつか超能力者を産むなんてことになるのかなって思っただけ。あ、ちょっとそう思っただけなのに、いやだな、エッチ。あゆかは、お、俺、なんだかちょっと変だ。え？なんかこの辺具合悪いの？あ、いや、そうじゃなくって、つまりその、お、俺、なんだかまるで原始人みたい。え、どういうこと？あ、いや、原始人みたいに、なんだかあゆかわのこと全部こうやって独り占めしたいような、なんだかそんな気分で。春日くん、もちろん、あゆかの個人とか意思とか、そういうのとっても俺大切にしてるつもりだけど、けど、でもそんなこと無視したくなっちゃうくらい、俺、あゆかのことが好きで、泣きたいくらい、たまらなくあゆかのこと好きで、たまらなく欲しくて、こんなに自分が野蛮だったなんて、俺思わなかった。やい、恭介、会わないだろ。え、こんな時、あゆかわって。窓か。